はい、皆さんこんにちは。弁理士の木目なめです。今回は特許法は改正される頻度が高いということについてお話しします。そして改正に伴う留意点についてお話しします。はじめに特許法の遠隔について紹介します。明治4年に専売略規則というものが制定されたんですけども、これはすぐに廃止されました。次に明治18年に現在の特許法の元になる専売特許条例が制定されました。そしてそれが明治21年に改正されて特許条例となり、さらに明治32年に改正されて特許法になりました。明治32年に初めて特許法という名称が登場します。そしてその後、特許法は明治42年に改正され、大正10年にも改正され、昭和34年にも改正されて、それが現在に至っています。ですので、現在施行されている特許法は、昭和34年に改正された特許法ということになります。昭和34年の特許法が現行法です。この図を見ますと、特許法が改正された回数は少ないように見えるかもしれませんけども、この図に示しているものはあくまで全部改正です。法律の改正には、全面的に改正される全部改正と、一部だけが改正される一部改正があります。この図の中に一部改正のことを表現しますと、こうなります。赤い矢印が一部改正を示しています。旧法である大正10年の特許法に対しては、11回の一部改正がなされました。そして、現行法である昭和34年の特許法に対しては、現在に至るまで数えきれないぐらいの一部改正がなされました。この回数はものすごいです。これが特許法の改正の実態です。さて、法律が改正されるということは何を意味しているかと言いますと、もちろんそれまでの情報が古くなるということですよね。特許法は頻繁に改正されるので、特許に携わる仕事をしている人は何らかの対処をしなければなりません。では、特許法の改正に伴う留意点についてこれからお話しします。今回紹介する留意点は3つあります。まず1つ目が、規定の新設や改廃を把握すべしということです。これは当然ですよね。これこそが改正の内容だからです。2つ目は、その改正された規定の適用時期とか経過措置に注意すべしということです。例えば、すでに特許庁に継続している出願に対して、その規定が適用されるのかどうか、そういう問題です。ここで1つ目に挙げた規定の新設や改廃ですとか、2つ目に挙げた適用時期や経過措置についてうまく解説された本を紹介します。産業財産権法の解説という本です。この本は特許庁が編集している本でして、特許法を含む産業財産権法が改正されるたびに出版されます。今画面に示しているのは平成27年の改正時に出版されたものです。この本では改正された事項について、その改正の必要性ですとか、改正の概要ですとか、解説、施行日、それから経過措置なんかについてうまく説明されています。ですので、改正内容を把握するには、この本は大変おすすめです。さて、3つ目の留意点なんですけども、論文とか書籍とか何らかの資料を読む際は、その発行年に注意しましょう。特許法は頻繁に改正されますので、せっかく読んだ資料がもう古いということもよくあります。一つの例を示します。2010年に発行された何らかの資料を読んだとしましょう。そしてその資料には、規定1、規定2、規定3、という3つの事項について説明されていたとします。この場合、その資料に書かれている内容はあくまで2010年の発行時点での話でして、その内容が現在でも通用するかどうかは分かりません。今画面の例では、規定1については2010年の発行時点から現在までの間に改正されています。規定2と規定3については、2010年の発行から現在までの間に改正されていないので、現在でもその内容は通用します。こういう場合、規定1については、もう改正されて内容が変わっているので注意しましょうね、と言いたいところなんですけども、実は問題はそれにはとどまりません。皆さんはお気づきかもしれませんけども、今画面に示している図はあくまで結果論です。結果論であって、2010年に発行されたその資料を読んでいる瞬間は、規定1、規定2、規定3がその後改正されたかどうかは分かりません。調べてみないと分かりません。2010年の後に規定1は改正されて、規定2と規定3は改正されなかったということは、特許法に詳しい人であればわかるかもしれませんけども、通常は2010年発行の資料を読んでいる時点ではわかりません。ですので結局、規定1、規定2、規定3の全部について2010年の後に改正されたかどうかを調べる必要があります。そういう調査をしないと、その資料の内容が現在でも通用するかどうかについて分からなくて不安ですよね。うん。要するに、改正頻度が高い特許法について過去の資料に当たるっていうことは、こういう問題を常にはらんでいるということです。さて、さっきの画面に戻ります。一番下に私からの最後のアドバイスがあります。スクラッチしようなんて書いてますけども、これ画面をスクラッチするとある文字が出てきます。スクラッチしてみてください。特許法が頻繁に改正されるということは何を意味しているかというと、出版の分野では本の改訂版が出る可能性が高いということです。私も経験したことがあるんですけども、特許に関するある本を購入したら、すぐ後にその本の改訂版が出版されたと、そういう悲しい出来事がありました。そういう事態を避けるべく、私がお勧めするのは、本を買う前にその本の改版予定があるかどうかを出版社に電話して尋ねる。これをお勧めします。良心的な出版社であれば、改版予定があるかどうかについて教えてくれます。今回は特許法の改正頻度が高いということと改正に伴う留意点についてお話ししました。いかがだったでしょうか。この動画に対してご意見やご感想などがありましたら、ぜひともコメント欄にお書きください。それからチャンネル登録もお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。